農場食品鍋の締め、豆腐チゲ風細うどん、ノンフライ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は断面が丸いうどんで、太さは普通のラーメン程度です。ノンフライなのに口当たりが軽く、初めて経験する食感です。スープは甘辛く、チゲ風キムチ味といっても韓国料理っぽくはないです。肉は微量ですが、大きな豆腐がアクセントになっています。油っぽさは全然なく、低カロリーですが物足りなさは感じませんでした。